犬塚さん、今最後だったのってあれって真ん中走ってるいわゆる人工ハーモニクスですか？そうですね、ここで、はい、普通にハーモニクスですか？はい、はい、これがですね、この小手さんですね、小手さん実はクラッシックギターのバリバリの方でして、そのクラッシックギターのあたり僕は無理でジャズをやれとひどいお願いをしまして、はい、行きます。はい、それですね、小手さんが今までジャズのスタンダードのアドリブやったことがないという、それを今日ですね挑戦してバリバリと弾いてみせるという設定でございます。ハードル上げますね。なんかですね、なんて言いましょうか、まあ、実は昨日ですねやりまして、小手さん家でやりまして、練習をなかなかですね、これすげえなと思う。マスターじゃあお願いします。さっきなんか見てて、いい運指を覚えてたんですけど、いきなり素晴らしい。でもまだやってないですね。そういうですね、そういうですね、あんまりちゃんと楽譜を読まずにやる人と楽譜を一生懸命やる人のコラボレーションということで3曲ほどやりたいと思いますので、あまり時間がないので曲目紹介したいのでバシバシやっていきましょう。よろしいでしょうか？ちょっと落とし気味します。1, 2, 3, 4
外とまともにできてる。